ヘッド、うん、かなり明るいですね。ちょっとねカメラ目線だとねかなり逆に明るすぎちゃって見えないと思いますけれども、かなり明るいです。はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですねこちらスズキエブリー、年式がですね平成22年9月登録、ちょうど10年経った車ですね。こちらの方ですね、10年経った今でもですねかなり人気があって使い勝手のいいバンとしてですね、皆さんまだ乗られている方多いかと思います。で今日はですねまたノブサイトさんというメーカーさんからこちらのですね、LED バルブ、こちらの新製品が出たので一回装着して、レビューしてほしいということでですね、商品の方をお預かりさせていただきましたので、今回ですね、作業タカさんがやってくれるんですけれども、こちらのエブリーのヘッドライトをとしてですね、付け替えてみたいと思います。ちなみにですねノーマルが H4 の普通のバルブが入っておりまして、 H4 型の、こちらの LED バルブとなります。はい、それではですねちょっと中身見ていきたいと思います。はい、それではですね箱の方を開けていきたいと思います。ちょっとね今までとはもう箱の色もねなんか青を基調としてちょっと変わっておりますね。で、書いてあるのを見ますと 6500kelv になっております。はい、それではですねちょっと開けていきたいと思います。はい、いつものようにですね取扱説明書が入っているのとグローブが入っております。はい、で本体の方ですね、はい、今までとはちょっと全然違うスタイルとなりました。はい、まずですねだいぶここのところがボリュームは大きいんですけれども、本体というか光る部分はこちら、こちらは逆にスリムになったんですけれども、こちらの方が太いですね。そう、それでですねこういう形なんでゴム切らないとダメかなと思ったんですけど、そうではなくですね台座が外れるようになっておりますので、台座を先につけてこちらを差し込むと、で雨漏り防止用のゴムはですねこれをつけた段階でつければ問題ありませんので、切らなくても大丈夫です。で後ろの端子がちょっと変わっておりまして、このような感じで少しこう長めに取ってありますね。取り付けにあたって車によってはこの形の方がいいよっていう場合も大いにあると思います。はい、まあね見た感じもだいぶ従来製とは違っていて、今回ね新作だということでちょっとつけるのが楽しみです。それではですねエブリーの方にですね装着のやっていきたいと思います。はい、エブリーですねこのヘッドライトの裏こちらが狭くてですねこのままでは装着ができません。ですので一回ヘッドライトをですね脱着いたしまして、その時に取り付けをしたいと思います。それではタカさん、作業の方よろしくお願いします。はい、それでは作業を進めたいと思います。まず使用する工具をご紹介したいと思います。こちらラチェットハンドルとロングエクステンションと10ミリのソケットで、それからクリップ外し、まあこれでなくてもマイナスとかでもいいし、まあなくてもいいかもしれないです。で外す場所をご紹介したいと思います。まずこちらのクリップ外しでここのクリップですね。でそれから遠ミリで外す場所がこことここの2箇所になります。はい、では早速外していきたいと思います。どっちが先でもいいんですけれども、まずクリップから外していきたいと思います。こちらですね、こちらクリップ外しました。はい、外れるとこんな感じですね。はい、そしたら今度は5ミリで2箇所外していきます。でこう奥張ってるとこなのでロングエクステンションがあると便利ですね。左回しで緩めていきます。でこの外すときにネジを落としがちなので、外れたかなと思ったらこう支えてあげるといいかもしれないですね。はい、じゃあ今度上ですね。こちらも左回しで緩めていきます。で外れたかなと思ったらもう外れます。そしたら今度ですねライトが
こうついてるんですけども、このライトの外し方はフロントバンパーの中央に向かって力をかけてあげる。抜けてきました。で今見るとここ割っちゃってますね。はい。で結構ですね、こちらロックがこういう向きにロックがかかってるんですけども、無理くりまっすぐ手前に引っ張ったりするとこれ割れてしまいますので、ここは注意してセンターの方向に行くように、引っ張ってください。これ別動画で、DA64W ワゴンのタイプで動画上げてますので、そちらでもご紹介してますので、確認していただければと思います。はい。じゃあライトが外れましたので、今度ライトのバルブの外し方いきたいと思います。バルブの外し方はもうここ刺さってるだけなんですね。なのでこのロックとかはないです。もう普通にこう刺さってるだけなので抜き取るだけです。でそれでこちらのゴムのカバーを引っ張るだけですね。であとはこちら両方でつまんでますので、このようにこういうふうにつまんであげてロックを外してあげると、そうするとこれがフリーになってきますので、あとはこういうふうに抜き取るだけでですね。はい。でこれの逆の手順でノブサイトのバルブを組んでいきたいと思います。じゃあ一旦道具持ってきますのでアングル変わります。はい。それでは今からつけていきたいと思います。でこちらのバルブの特徴としてはこれが分離できるようになっておりますので、まずこれ外します。でこちらのここの部分ですね、これを最初に台座にセットします。エッジオンって書いてるここが下ですね。もうつくようにしかつきません。ここが太い、ここが細いになってますので、このままセットします。このようにセットします。あとはここを元通りつまんでロックをかけるだけ。まあ一個ずつやってもいいですけどね、その方が確実かもしれないです。これつまんでロックかける、そしてつまんでロックかける、これですね。でここまで来たら今度は普通のエチオンバルブの場合だとこれをやってからゴムのキャップなんですけども、最初にゴムキャップになります。向きなんですがこちらの飛び出してるのが上になります。車種によっては三角マークとかトップとか書いてる場合もありますので、向きにご留意して取り付けてください。奥までグイッと入れます。これがしっかり入ってないと水漏れとかの原因になりますので、奥までしっかり入れます。でこれしっかり入れましたら、まあ、センターもですね、なるべくグイグイ押し込んであげて、はい、でこれ以上いかないぐらいのところに押し込んであげたら、まあ、本体を持ってきまして、でこちらですね、奥まで入れて右回りになります。はい。奥まで入れてこれ以上入らないかなというところまでグッと奥まで入れてから右回りでひねると、そしたらロックがかかりますので、ロックがかかったらこちらのコネクターですね、こちらも刺さるようにしか刺さりませんのでグッと差し込みます。でこれブラブラしてるのが気になる方はですね、なんか両面とかタイラップとかそういうので止めといた方がいいかもしれないですね。後でしっかりとなんか適当に縛っておきたいなと思います。でこちら前のオーナーさんがこれ割っちゃってますけれども、まあ、本来であればここをロックまずしてあげてから入れていきます。ちょっとぐらつきますのでね、位置決めをしっかりして、はい、これで位置が決まりました。でまずこちらね、ここのロックが割れちゃってますので、しっかりとした位置決めをしてこちらのクリップをまず入れて、で先端のこういうプラスチックでロックをします。でこれでもう位置が決まりました。動きませんので、動かない状態でこちらのネジ2箇所で止めていきます。まず手でネジを入れます。入るところまで入れて、で下は手が届きませんので工具を使って締め込んでいきます。で奥まってる時にはこういう長いエクステンションがあると作業が快適だと思います。でこれで締まりました。あと上も締めていきます。でこれで取り付けが完了しましたので点灯確認だけ、まずしたいと思います。こちらがちゃんとつくかどうかですね、まあ、あらかじめチェックはしてますけれども、一応念のため皆さんにも共有させていただきます。1回ライトつけます。
で今取り付けました。 HID と違って立ち上がりも早いですよね。ハロゲン球と同じぐらい、ひねったらすぐにライトがついてきます。でこの明るさについては実際にまだ日が落ちてませんので、日が落ちた段階でノーマルバルブとこちらの LED バルブの明るさ、光軸、様々比較していきたいと思います。ですので、夜まで一旦ねカットを入れさせていただいて、また時間を置いてからつなげたいと思います。はい、今真っ暗な状態ですけれども、まずは H4 の普通のバルブですね、こちらの方で、ハロゲンライトで照らしてみたいと思います。はい、スモールついてヘッドライト、お、ですね、結構眩しく見えるんですけれども、こちら H4 のハロゲンライトとなります。ちょっとね、斜めから見てみましょう。はい、目視するとですね、典型的なハロゲンライトなんですけれども、ちょっとねカメラでやるとなんかすごく明るくなってるように見えますね。はい、それではですね、ちょっと照らした壁の方を見てみたいと思います。はい、今正面ね壁に映してるんですけれども、この向きで行くとねハロゲンライトっぽい色というんですかね、そういうのが出てるかと思います。はい、それでは走行レビューしたいと思います。はい、まずですねこちら、あんまりね今ここは照明見えるんですけれども、街灯がない道をね走ってていきたいと思います。はい、これハロゲンですけれども、それなりにあれですよね、夜道ある程度照らしてくれてますので運転はしやすいです。対向車がいるのでハイビームできませんけれども、はい、対向車いなくなったらハイビームにしたいと思います。はい、これはこれでそれなりに明るいんではないかなと。バルブですね、それはそれなりに、十分な、光を、放っていると思います。まあ、それだけロングセラーも自分がもう車乗り始めた頃からこのバルブはあったような気がします。はい、これで一応ハロゲンバルブで、試乗いたしましたので、今度は LED バルブで、試乗したいと思います。それではちょっとライトオンにします。スモールヘッド、うん、かなり明るいですね。ちょっとねカメラ目線だとねかなり逆に明るすぎちゃって見えないと思いますけれども、かなり明るいです。はい、今壁に向かってねロービームを出しております。ではハイビームにしてください。はい、ちょっとね左右差はありますけれども、かなり明るいですね。はい、それではですねちょっと今度は走行の方行きたいと思います。はい、それではですね走っていきたいと思います。一応公道なんですけどね、ほとんど農道に近いような状況で、ほぼほぼ
街灯が少ない、まあ、ここ1箇所ありますけれども街灯が少ないところです。はい、いやあれですね、ハルゲンでもね走ったことありますけれど明るいですね。これでね、工事区も合わせればさらにもっとあの見やすくなると思うんですけれども、あのつけたばっかでそのまま走ってでも結構明るさ、明るいのは分かります。でもこう街灯のないところを走ると特に分かりますね。ハイビームにしてみます。はい、そうですね、先が見やすくなりました。ちょっとね、ほんと寂しい道ですけれども、こういうところほど明るさが分かります。もしね、獣とか出てきてもこれだったらかなり分かりやすいですよね。はい、光もね安定して出てますのでね、問題ないと思います。ライトがポツポツありますけれども、はい、見やすいですね。やっぱね、ハロウィンだとここまで明るくないのでいいと思います。はい、それではね、走行のレビューはそんな感じにして、次もうちょっとやっていきたいと思います。はい、本日はですね、こちらノブサイトさんの LED バルブ H4 型タイプですね、こちらの方を64型エブリーですね、こちらの方に、装着いたしまして、走行の方させていただきました。ハロゲンライトに比べてですね、やはり明るいという点がですね、こちらあの LED ライトですね、特徴だと思います。で、ノブサイトさんね、以前から使ってるんですけれども、従来型の LED バルブと今回の LED バルブ、あのだいぶね形状が異なりますので、使用する車によってですね、選んでいただければとそう思います。非常にね安定した光を放っているので、おすすめです。今日もですね、動画の方ご覧いただきまして誠にありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。